で、これを入れますね。乗っけていただくと。ボンジュー、皆さん元気ですか？元フレンチシェフの家料理。今日はですね、久々にちょっと撮影しております。と言いますのは、1ヶ月ほどですね、膝が悪くてですね、膝のメンテナンスで入院しておりまして、久々に、撮影をさせていただきます。穴を開けちゃいけないんでね、入院する前にいろいろ取り溜めしたのを、見ていただいておりましたけれども、ということで今日はですね、シェフマスターの今日はホームオフですね。クリスマスの焼きリンゴということで、実際レストランで僕出してたんですけどね、今日はですね、リンゴはですね、信州松川で友達が伊那におりまして、毎年いただくんでね、これがワンケースも来たんで、いろいろリンゴで料理するんですけども、今日は富士で、作ります。それから干しぶどうですね、干しぶどうですね、バター、レモン汁ですね、蜂蜜ね、蜂蜜、シナモンパウダーね、ということで、最後の方にこれ隠れたのがありますけど、これはちょっと内緒ということでですね、ここに隠れてましたね、それもね、これはまあクリスマスということで、干しぶどうだけではあまり賑やかじゃないんでね、例えばクリスタルアンセリカとなんかあれば使ってもいいということですね、というんですけど、ここはちょっと内緒ということでね、最後の仕上げの時にご紹介します。今日またこのストーブを使ってですね、これをオープンに入れて作ろうと思います。入れる前にちょっと温めた方がいいですけどもね、でオープンは今180度 C で予熱してあります。じゃあリンゴの皮むきから、今日はこれ形がいいのをですね、ちょっと選んでいきますけど、これはですね、丸焼きじゃない方、少し簡単なバージョンね、このまま2つ割れてもいいですね、こっちの方をまず先ね、ここでくり抜いてね、今日は少し栗肉は大きくしますけどね、もったいないですから後から入れてもいいんですけどね、硬いところだけ取ってくださいね、こうして、ね、この汚いところも取ってくださいね。もしあれでしたら、これ少しナイフでこう取っていただければね、綺麗になります。はい、これをこれでね使いますね。はい、こちらの方ですけど、形のいいやつ今日2個使いますから、今日は僕のやり方でやりますけど、まあ安定す いい方にですね、少しあれでしたらここ切っといてもいいですね、安定するようにね、まっすぐ立つようにね、ね、これは普通で立ちますね、綺麗にね、こちらだったら平らにしておくと。そして3/4ぐらいのところで僕は今日は切りますね、こう切っときます。でこれくり抜きですけど、実はですね、これも100均で売ってました、ダイソーで買ってきましたね、くり抜きましょう、これね、真ん中からガッと突っ込んでね、こうゴッとまっすぐ突っ込んでね、回すだけでこうね、取れますね、ね、取れない取れない取れない、気をつけてくださいね、皆さん、これも危ないですからね、いちごれもナイフですからね、ここ出てきますけどね、これ抜ければいいですけどね、あ、抜けましたね。でこれ取っといてくださいね、ちょっとね、一応こう刺して見えますかね、刺してグッと回す、ね、こっちにナイフが出てきますから気をつけてくださいね、なかなか危ないことがありますからね、これだけでまだ線が抜けてないんで、もう少しね幅を広げていきましょう。はい、これね、そこの方がちょっとどうしても大きくなりますから、リンゴをですね、これ飾りに使うんですけど、ちょっとこういうふうにね、取りましょう。というのは対角線にですね、あれ、もうオープンが固まりましたよって言ってますけどね、ちょっとお待ちくださいね。これでね、できましたね。今日はですね、こっちの方だけ皮むいてる部分はね、すぐわっと、どうも皮がやっぱり気になりますから、結構焼くとね。で、結構汚く見えるんですよ。下の方だけ残しておいて、こういうの向いてもいいですけどね。縦に向いてもいいですけど。まあ、いろんなね、作り方があると思いますけども、久しぶりに僕も1ヶ月ぶりに料理をするもんですから、ちょっとね、戸惑ってますけど。で、さっきね、これ、こういうふうにしましたけど、これ、こういうふうにもう切ってしまいましたけどね、これを中にこう、詰めたということですね。まずはシナモンパウダーを中に振り入れましょうね。どうでしょうね、一振り二振り二振りぐらい中に、あまりねしつこいと、これだから 10g ぐらいですね、 10g ぐらいのレーズンですね、ドライレーズンを入れてます。それで砂糖をですね、小さじ1ぐらい入れます、大体小さじ1ですね。
そしたら、ストーブを、鍋で今日使ってますけど、温めてですね、バターが、10グラムぐらいちょっと溶かしてありますね。で、これを入れますね。そしたら、バターを、これもだいたい約5グラムですね、これ。もう少し入れてもいいですね。7グラム。これ7グラムぐらいな。7グラムぐらい入れました。そして、レモン汁を入れます。かけます。小さじ1。で、小さじ1くらいかけました。蜂蜜を入れるの忘れてましたね。砂糖とちょっと蜂蜜とちょっと甘すぎるかなと思いますけど。蜂蜜小さじ1。ちょっと甘いかなと思うんですけど。まあ、リンゴはね、結構ね、これ、酸味が結構ありますから、富士の。はい、いいかなと思いますね。はい、これをオープンに入れまーす。はい、オープン180度し、温まったので、温まってます。そこに入れます。まずね、15分。ぐらい入れて焼き始めます。ちょっと様子を見ないとですね、大きさもあるんで少々お待ちください。はい、これで15分やりましたが、ちょっと一回出してですねします。で、こちらにちょっと焼きかけてますけどね、色変わってきますけど、もう少しで汁がこれ下に出てますし、 できれば汁をかけたいんですね。汁がね、ありますからね、ここにかけたいんですけど、かけるほど汁があるかな。あるね。ね、15分でちょっと一回かけましょうね。一応30分にしてますけども、15分ぐらいでかけて、あと15分、まあそのリンゴの大きさとかねによりますから、今日は大きめのリンゴ富士を使ってますから、30分、もうちょっとかかるかなと思いますけど、蓋の方ももう少し見ましょうかね。もう少し焼きましょうかね。まあ、バターが出ちゃってますから、それが、リンゴと、まだリンゴの汁はね、これ15分ぐらいでは出てないですね。でも美味しそうになってきましたね。はい、再びオープンに入れます。180度で入れてます。はい、それでね、30分。一回出してみましょう。はい、出してみます。こっちの大きい方ももう少し焼いた方がいいみたいですね。こっちの大きい方はもちろんもう少し焼かないといけないですね。結構かかりますね、180度ですね。まあ、じっくり焼いた方が美味しいですからね。でも美味しそうですね、やっぱり。半割りにした方も、あとどうでしょう。やっぱり10分、15分ぐらい入れなきゃいけないですね。これでもう一度入れます。オープンもね、今、揚げちゃうとすぐ温度下がってしまうんでね。ね、まだまだちょっと硬いですね。はい、まだ15分いきます。少々お待ちを。はい、それで、ね、45分オーブン入れました。180度Cね。はい、出します。はい、盛り付けましょうかね。ということで盛り付けいきます。まずね、ちっちゃい方、半割りにした方ですね。中までね、柔らかい状態になってると思いますね。美味しそうですね。それから まずね、盛り付けいきましょうね。これは細かくさらに盛り付けておきましょうね。マロンはね、もう少し、焼いてもいいかなというふうに思いますね。やっぱりこう、富士はですね、結構硬いですし、気をつけてくださいね。熱いですからね。ね、で、これを、この焼き汁ですね、蜜ですね。美味しそうな蜜が。ね、美味しそうな蜜が。これはだからあとね、15分、20分も焼いてもいいと思いますけどね。今日はこれぐらいにしときましょうということでですね。ちょっと、リンゴ飾りを、こんな感じね。はい、こちらも。ですけど、こちらの方は、蓋をつけようと思いますね。こうして、つけようと思いますがですね、先ほど言ってた隠し方は何でしょうということでですね。実は最後、これはバニラ。今日は、ワンホーテンですけど、ね、好きなアイスクリームを乗っけていただくと、ね、いかがでしょう、ね、ここにこうね、ちょっとあれだったらスプレッドのお菓子のやつをこう散らしてもクリスマスらしくなると思いますね。こちらまたこちらでね、美味しいと思いますか。はい、美味しそうに見えたらいいねボタン、また登録お願いしますね。何かご質問ありましたらコメントください。じゃあまたね、バイバーイ。